皆さんおはようございます。ティンダーマークは金田です。2024年春の東京、江東区お出かけを紹介します。やはり豊洲といえばやっぱり千客万来、地上もいいんですけどね、公園もいいけど千客万来、私行きました。はい、江戸前市場本当いいですね。はい、景色も絶景です。はい、アーバンドッグララポート豊洲、ララポート豊洲本当にいいですね。食べランチビュッフェもいいですし、シシカバブ美味しそう。あとはキッザニア東京、あとはまあ東京都観光汽船もいいですね。はい、あとチームラボプラネッツ東京 DMM 豊洲ありますね。はい、ホテルはベイ潮見プリンスホテル、ホテルジャルシティ豊洲、あとはラビスタ東京ベイ、東京イーストサイドホテル、なんと漢字が読めないです。はい、豊洲一吉中遊ぶだ OK、 ブラス桜、桜も深川桜祭りいいですね。はい、木場公園と、あとはカフェも絶景、亀戸中央公園、あとはシンボルプロムナード公園、あとは仙台堀川菓子、はい、あとは猿江市本公園もいいですね。桜も絶景です。はい、以上です。バイバイ。